おはようございます。真昼の暗黒パート24です。前回は宴と数の逢瀬についてと、数が過去に父から性的な暴力を受けていたというお話でしたね。なんというか、えぐかったですね。宴は職場で客として出会った人、それも数人と関係を持っていたという話もあったので、パート22で宴がカズとたまたま食堂で会ったように見せて、あれはわざとやっていたのかなとか考えてしまいますね。考えすぎだと思いますけど、カズの言う目に見えない部分というのが宴はこのことなんだろうなと思ってしまいました。それでは今回はこれですね。カズが過去を振り返ってて、宴がそれをそこから呼び戻すような、そういうところから始めます。それでは始めていきましょう。カズ、ちょっと痛いかな。あ、申し訳ない。カズは女の乳首を本気で噛もうとする寸前だったことに気づき、さっと顔を上げた。ごめんなさいね。宴はなぜか自分が悪いかのように消え入りそうな声で言った。彼女はいつもそうだった。いつも自分に非があると思っていた。そういうところが好きなんだ。自己犠牲めいた態度で、謝っていれば全て許されると思っているところが。少なくとも俺は今の方が楽しいと、カズは宴に申し訳ないような素振りで微笑みながら思った。キスはいつでも血に飢えた味がする。砂漠に一滴の水を染み込ませた時の貧しくて貪欲な情景に似ている。すっきり明瞭になった頭で、彼は今後の予定を模索した。もうそろそろかもしれない。数回生きた体での性行為を行い、彼女の様子を目に焼き付けた後殺す。士官の醍醐味は、女の生前の姿を思い出しながら、もう二度と戻らない体温と喘ぎと汗を思い返して、驚いたように飛び出した眼球と小さな舌が飛び出た半開きの口を眺め、動かない鼠径部に出し入れしながら無駄な種を絞る。哀愁と性欲が入り混じったノスタルジーに浸ることにある。まだえぐい部分続いてたね。何ぼーっとしてるの。宴が人の良さそうな笑みを浮かべた。少し決まりが悪そうだった。いくら同じことを繰り返しても慣れない。慣れてはいけないと思っている。それが彼女の望むことだから。彼女はいつでも慣れていない自分を恥じ、またずっとそうでありたいと思っている。綺麗だ。宴が彼を見た。カズは何も言わず少し微笑んだ。それから宴は彼を撫でた。何も言うことが浮かばないときは、ただ笑っていればいい。忘れもしない7月3日。これはカズにとって重要な意味を持つ日付であった。この日、カズは昼間宴を再び自宅に誘った。あの日、今日殺す。なぜこの日かと言われれば、二人の予定が合致しただけなのだが、とにかくこれ以上密会を重ねるのは危険だと判断した。彼女の生態の質感や反応は十分すぎるほど覚えたので、そろそろ頃合いだった。怠惰な午後という期限切れ生クリームの味がする言葉を再現するための儀式。彼はベッドの下に切れ味のいいナイフを隠していた。前に言ってた、カズが書いた小説の一部であったよね。恋をする直前に首をかっ切って殺すみたいな。頸動脈を切る。そう決心して彼は今とうとう宴とベッドを共にしているわけで、先ほどから指先の震えが止まらないでいた。緊張というか、これは興奮なんだろうね。宴は男がじらしていると思っている。しかし殺すタイミング、彼はこれを気が狂うまで実行しなければならなかった。ここでしくじったら全て台無しだ。俺が果てる寸前を見極めて首をかっ切る。遅すぎても早すぎてもダメ。
すべてが歯車のように完全に噛み合い、電流がほとばしる瞬間にパーフェクトに終わらせる。宴の口元には、依然として汗ばんで濡れた笑みが浮かんでいる。カズは、密かにつま先をシーツの下に入れ、刃渡り20センチほどの果物ナイフを体の近くに手繰り寄せた。準備は整った。彼女は、男が他に視察した他の女性と比べて、インランダーがおとなしい。あまり自らを俯瞰するということをせず、ただ快楽に浸る。よし。手を女の胸の横について、次に。ねえ、今音がしなかった？ねえ、知ってても怖いね。下の階で足音が。すごい絵ですね。そんなバカな、誰にも鍵は渡していませんよ。鍵開いてたんだよね。宴は青ざめた。ごめんなさい、私鍵を開けっぱなしにしちゃったかも。そうだね。嘘、やだ、近づいてくる。静かに。足音はゆっくりと、だが確実にこちらに近づいてくる。焦っただろうね。かすかに声が聞こえる。小さな子供の声だ。えちゃん、お姉ちゃん、ミサ。宴はすかさず起き上がった。どうして？ベッドから立ち上がろうとした宴をカズは制した。こんなところが見つかったらまずい。だけど、そう、非常にまずい。俺の存在を知られることがあってはならない。それに彼は今、極限まで高まった興奮を一気に抑えられ不機嫌だった。シーツの中の汗ばんだ二人の体が冷え始めるのを感じた。興奮させるはずの湿気も今ではよそよそしいものになりつつあった。最悪だ。子供の足音が階段を登ってくる。古いオーク材の階段がミシッと音を立てた。宴は動けないまま体を硬直させていた。催眠術でもかけられるように、この空間は足音以外全ての時が止まったようだった。お姉ちゃんいたら、妹さんに立ち去るように言っていただけませんか。教育に悪い。ドア開けるよ。待って。ここでね。ねえ、どうしたの？帰りなさい。え？早く家帰って。冷蔵庫に昨日のおかず入ってるでしょ。何？よく聞こえない。家、宿題やったの？もうやったよ。ねえ、一緒に帰ろうよ。いいから早く帰りなさ。カズはささやいた。ここで帰ったらどうですか？服着て。無理、こんな状態じゃ出られない。お姉ちゃん、その人誰？彼女はもどかしくため息をついた。この状況をどのように切り抜ければいいのか全く見当がつかなかった。男の人と一緒にいるの？わかんないけど、お母さんと一緒だね。ミサ視点でなかったな、これ。耐え難い沈黙が流れた。ミサはお母さんと一緒っていうのはどのタイミングのことを言ってるのかな。宴が追い出した時のことを言ってんのかな。ミサ、もう帰ってくれる？大丈夫ですか？すみません、あなたの妹に。雨の中ね。宴は憔悴しきってだるそうに目をこすった。ミサの言う通りだわ。
声は重く沈み、イライラしたカズも耳を傾けざるを得ない迫力があった。私の母親みたいに子供をほったらかしてどこか行くなんてどうかしてた。理不尽なことはしたくなかったのに、理由もなく言うことを押し付ける人間になんて。そういうこと。宴は背中を丸めて立ち上がった。ごめんなさいね。彼女の態度は冷たく断固としていた。カズは彼女の去った後のベッドのくぼみを見た。まだ重い温かみが残っている。彼はそのままベッドに寝転んで、ベッド脇のカバンからノートパソコンを取り出して、受け持つ児童の面談のスケジュールを打ち込み始めた。先ほどの妹の言動が相当答えたようだ。しかし彼には関係のないことだった。焦ってはダメだ、必死になっては関係のないと思いたいでしょう。みっともなく理性を忘れていいのは宴を殺してからだ。そして今さら彼は外が豪雨に見舞われていることに気づいたのだった。一台のバスが物憂げなテールライトで黒雨を照らしながら幹線道路へ走行していった。死体発見の騒動を避けるため、蛭間美沙は調布市の警察寮に一時的にかくまわれることになった。暮方和真を共に同行し、彼女のお守りをすることが決まった。7月21日、午後9時、調布へ立つ前日、彼は変質狂のように洗い替えのシャツの折り目を直していた。洗濯のたびに毎回同じ折り目に沿って畳みたかった。さもなくば一日中曇ったような不快感が彼をイラつかせるから。衣類は途方もない枚数があるように感じられた。シャツの次はトラウザーが待っているし、ネクタイ、靴下、ハンカチや下着などそれぞれに決まった収納の手順がある。自分で定めたルールだから遵守しなければならない。これらを畳んだ後は合成樹脂の丈夫なスーツケースに一枚一枚収めていく。彼の壮大な計画は今はまだ白地図段階と言ってよかった。つまり、ミサが姉を自殺に追い込んだというシナリオを周囲に信じさせ、自らの身を潔白に保つ荒技だ。ミサと姉とのトラブルを強調し、いかに姉が苦しみ、生活することに絶望を感じていたかということを強調して裏付けなければならない。とは言っても、宴のことは知らない体じゃない。できるのかな。もうびっくりした。誰だこんな時間に。カズは応対するか迷ったが、結局階下に降りることにした。また警察が雑事かザレ事でも俺に忠告しに来たのだろう。それかつまらない郵便物、回覧板かセールスか何か。なんか逆にフラグが立って怖いんだけど。いずれにせよ非常識な訪問者であることには間違いない。彼は午後9時に人の家のイヤホンを押す気にはなれなかった。インターホンじゃない。いやいやながら玄関ドアの施錠を解く。怖いな。一瞬目の前には誰もいないように見えたが、青い自転車が玄関先に止められているのが目についた。視線を落とすと一人の少年が立っていた。新手の勧誘だろうか。少年はランドセルを背負ったままの姿でカズを見上げ微笑んだ。今まで出てきてる少年って言ったらカズの幼少期か。もう一人しかいないんだけど。こんばんは、何か用かな。ここは暮方カズさんのお家ですか。そうだよ。よかった、じゃあここで会ってたんだ。やっぱり。こんばんは、僕の名前は竹丈介です。丈介怖い顔してる。夜遅くにすみません。でもどうしても今日ここに来たくて。わざわざ日の間でチャリンコできたの。実は僕あなたに前に会ったことがあるんですけど覚えてます？
少年はカズに期待を含むような顔で言った。確かに彼はカズと初対面とは思えないほど親しげに話しかけてくる。以前に担当した子供だろうか。しかしさすがに顔ぐらいは覚えている。時ジョースケと名乗った目の前の少年には一切見覚えがなかった。縄跳びに見えた。何これ。いつ頃会ったか教えてくれるかな。結構前です。何年か前、病院で会ったと思います。どこの病院か覚えてるかな。会ったとしたら長野だね。長野？去年まで三愛会病院かなというところに週1回訪問していたからそこかな。精神科だと調べますね。五六って書いて深堀って読む名字があるらしいけど、わかんないな。五六園精神科とか、あとは小学校の保健室に行っていた。どのみちほとんど長野にいたよ。もしかしてここまで会いに来てくれたの？チャリンコで？担当した児童の兄弟か親族かもしれないとカズは思った。でも会ったことある、友達が一緒に会うこともあるのかな。名前は覚えていないんですけど、多摩の病院です。多摩の病院？そこには行ったことはないな。人違いだと思うよ。名前が一緒なのに？いや、会いました。じゃあやっぱり僕のこと覚えてないんですね。しょうがないか、ずっと前のことだし。僕はまだ赤ん坊で、あなたは小学生だった。え？あの頃はとても大きな事件があって、多摩でちょっとした騒ぎになっていたみたいですね。そしてすぐにあなたは少年院に入ることになった。え？なぜそれを知っている？少年は笑った。彼の笑みはもはや数分前のものから性質が変わって見えた。ゾッとするほど無邪気で美しい親しさで。知ってるに決まってるよ、兄さん。兄さん？いや、そうだ。お母さんとは血つながってないって言ってた。うわぁ。いいところで終わるな。じゃあここで終わりにしようか。はい、また新しい展開になりましたね。いやー、気になるな。クレガタ、ジョウスケ。今の顔が、カズそっくりだなって思ってたんだけど、いや、まさか、そういうことだったとは。はい、それではここで終わりにしたいと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。次回に続けます。お疲れ様でした。